じゃあ早速どうしようかね。まあ1週間の振り返りとかをまず喋るのがいいか。あーでもあれか、初回だからなんか11月、そうね、今日から12月なんで、うん、トークテーマ決めます。今日は11月の振り返りいきましょう。11月皆さん何ありましたか？11月は皆さん楽しかったですか？私はですね、11月はちょっといろんなことがありまして、山あり谷あり状態で、もうまあ進行形ではあるっちゃあるけど、結構大変大変な時間でしたね。あと質問コーナーはちょっと後ほど一気に受け付けます。なんかこう読んではいるけど、ちょっとトークテーマで喋るね。ありがとうね、ちゃんと見てますよみんなの。11月皆さん何あったかつらつら書いてってください。ちゃんと読んでるんで。俺はですね、まあ、11月はツアーファイナルでしたね。まず盛岡で4日、11月4日、盛岡ウェーブとファイブ使ってサーキットやりましたね。どうでしたかサーキットは。個人的にはすごい疲れましたね。めちゃめちゃ疲れた。とにかく疲れた。何が疲れたかって、まあ準備ですよね。準備。まあ想像以上でしたね。準備すること多すぎて。なあ、サーキットっていろいろ準備することこんなにあるんだっていう発見。だから終わってみればなんか来年もやりたいなとか簡単に言ってたけど、ちょっとそんな簡単な話ではないなってちょっと思ってきてます。ね、疲れるよね。多分お客さんも結構疲れたと思うんですよ、サーキットって。あの盛岡のクラブチェンジウェーブとザ・ファイブ盛岡っていう会場があるんですけど、いやその2会場を使ってサーキットイベントをやったんだけど、まあウェーブってのが地下1階にあって、ザ・ファイブ盛岡っていうのは同じビルの3階にあるんですよ。だから4階分上がったり下がったりをこうずっと繰り返すっていうことなんですよ。だからまあ疲れるんですよ。階段を降りたり登ったりが激しくて、っていうのがサーキットで、まあ、盛岡だとそれぐらいしかできないかな、サーキットってなったら。ちょっと他のライブハウスは結構距離あってできないんで、でなんだろうな、地元バンド系でその2会場を使ってサーキット主催するっていうのは一応 SB が初めてだったみたいで、前はね空想委員会とかがそういうのやってたんですよ。ウェーブとファイブ使って2会場使ってやってて、サーキットをやってて、ただねそれはこうイベンターが主催というか、あの空想委員会とイベンターの企画だったから、その勝手的なところも盛岡のねライブハウスの人たちと話して、スタッフさんとかと話して、あれ初めてだからちょっとこっちもいろいろわかんないなみたいな、これで本当に準備 OK かなみたいな話をしながら進めてたんですけど、だからいろいろ準備っていうのは大変だったっすね。これで大丈夫かって思いながらやってて、まず何においてもですよ、まず会場を抑えるわけです。まずライブをするってなったら会場を抑えるんですよ。
サーキットに関しては何月だったかな、もう2月ぐらいかなに抑えてまして、2月の時点で11月4日のライブハウスを抑えてました。ライブってね、ライブハウスを抑えるのかなり大変なんですよ。特にあの大阪、東京、名古屋、東名阪はあの普通にね、3ヶ月後土曜日金曜土曜でライブしたいですっつっても、まあ基本いやーもう結構とこう問い合わせ来ててみたいな、うんってなりがちなんで、まあ東名阪とかはもっと早くっすね、半年前とかそれ以上前から、うん、そう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 、1年後埋まってますみたいな、そうそうそうなんだよね。学祭とかもそうっしょ、バンドの予定ってもうね、意外と俺らクラスでももう半年後とかのやつは決まってるしね、だから大変なんすよ。だから演者も絶対こいつらに出てほしいってバンドもいたから、そういうのも含めて9ヶ月前に箱を押さえて、で3月ぐらいからもうブッキング始めてか、あそう2月ぐらいもうすぐブッキングも始めて、トントン拍子で決まっていって、でもおかげさまでね、東北6県と北海道とパッと決まってくれて、ブッキングはそんなに大変じゃなかったっす。あれ山形が俺ら全くつながりもないし、ライブも一回もしたことないからどうなんだろうって思いながら、うん、いろいろ調べて、ああブレイクスルーっていうバンドがいるなみたいな、ファニーシンクとかフリークロスとかとも一緒にやってるみたいな、じゃあ大丈夫だろみたいな、とんでもないやつとかじゃないだろみたいな、話はできるだろみたいな、いう感じですぐ OK ですみたいな来て、それでまあ開催よしこれでいけるってなって、まあアクトは決まりました。でまあ今度はタイムテーブル組むわけですけど、タイムテーブルをね、まあ、どの順番でどのバンド入れるかみたいなのを考えていくわけなんだけど、まず演奏時間決めなきゃいけないでしょ。でこうなんだろう、セットチェンジっていうか転換の時間を決めなきゃいけないし、サーキットってね、だいたいこう時間がないからバンド数がすごいいっぱいいてね、事前にリハとかできないからだいたい直前にリハーサルやるんだけど、まあ、そのリハーサルの時間も考えて転換時間決めて、あとはサーキットだから交互にやるんだけど、だいたいだからね、ウェーブでやって、ファイブでやって、ウェーブでやってみたいな、その間の時間どうするとか、でまあ本番のタイムテーブルを決めて、ね、機材の搬入の時間も必要だし、ね、いっぱいバンドがいるからってなると、何時ぐらいから機材を入れ始めたらいいかなとか、トッパーのバンドは事前にリハやんなきゃなとか、で会場準備、前日ねボーンズがワンマンやってたし、前日準備できないから当日の朝の何時ぐらいに行けばいいかなみたいなのを考えて、でやること、まあ物販のスペース確保して作って、長テーブル並べて、各バンドごとにこう使えるスペース区切ったりとか、会場案内のやつ貼ったりね、インフォメーションみたいなやつ貼ったりとか、まあ、注意事項ですわとか貼ったり、フライヤー貼ったりね、会場の入り口にちゃんと名前書いたりとか、物販エリアこちらみたいなの書いたり、あとは機材置き場のスペースを区切ったりとか、そういうのもやんなきゃいけないし、ね、楽屋も機材置けるようにこう広げておくとか、まあなんやかんややることすごいあって、あまあその画像を作ったりとかさ、ね、印刷するための画像を作ったりとか、タイムテーブルもね、会場に貼る用のタイムテーブル作って印刷してとか、
まあまあやること多くて、おお、こんなやることあんだみたいな。あとはね、オリジナルドリンクっていうのを作ったんですよ。なんかタツトラって名前のイベントだったんだけど、まあ、それをイメージして虎のオレンジと、まあ、竜は青ですね。うちの竜青なんだけど、青とオレンジ使ったオリジナルドリンク作ろうやっつって、まあ、それの試作から始まり、できたらできたでこう写真撮影とかしてね、フライヤー作って、で材料を買い集めてとか、まあそんなこんなで。ドリンクね、ドリンクでもちょっとねあれだったのが、その青いさ、ブルーキュラソーっていう、あれもオレンジの、もともとはねオレンジのリキュールなんだけど、ブルーキュラソーってやつとオレンジジュースやったんだけど、結構すぐ混ざっちゃうねあれ。まあオレンジ色の層のはずだったんだけど、本来はすぐ結構青と混ざって黄緑色みたいになっちゃってたりして、ちょっと悔しかったね。なんかもっとうまくできたかなと思うけど、試作の時はね、まあ俺がやったからなんだけど、写真も撮る必要あるし、それは綺麗にできたんだけど、ちょっとあれかな、なんかもうちょっともったいなかったかななんて気もするんだけど、うん、まあ結果的にすごい出て、ドリンクが80杯とか出たのかな、確か合計80杯ぐらい出て、めちゃめちゃ売り上げ貢献してくれました。みんなめっちゃありがたい。あれが滑ってたら結構やばい、やばかった。80杯出て、おかげで単純計算で、ね、売り上げとしては600円かける80だから4万8000円とか、だからあれはすごいでかかったっすね。また機会あればね、ああいうドリンクのやつまたやりたいなぁと思ってるんで、ちょっと楽しみに、それはお楽しみに。そう、結構飲んでる人もいて、まああれね、パーセント的にはすごい優しいやつだと思うから、まあ飲みやすいしね、すごい美味しかったしとは思うんだけど、まあ飲みすぎ注意だね、それは。あら、まあその辺準備がめちゃめちゃ大変でしたっていう話だ、まず。うん、すごい大変で、だからまあ各バンドとのやり取りだったりとか、ライブハウスとのやり取りだったり、あと告知用のフライヤー作ったり印刷したり、あと告知用の動画、各バンドのなんか代表的なミュージックビデオを貼った告知動画みたいなやつ、あれもまあ地味にね、地味に工数としては結構多くて、うん、大変だったなって思って。だからまあちょっと今思い出せる限りでそれぐらいか、準備大変だったね。でもサーキット当日というか前日か、もう前日の夜も準備いろいろあって、わーってやってたら明るくなってて、朝8時とかなってて、あーやばい、もう集合時間じゃん、出発して、うん、で朝と着いて眠らずにね。そうよ、だからカメラマンもさ3人いたんですよ。いつも撮ってくれる文太さんと秋田と東京からカメラマン1人ずつ呼んでて、だからまあ映像だったり各会場のカメラマンとの打ち合わせもあるし、そっちもまあまあ大変だったっすね。ただみんな経験すごいある人たちだから、うん、なんかその俺からその映像とかの絵についてあれこれ口出せみたいなことはなかったんだけども、うん、なんかそういうのがいろいろ準備というか、当日もいろいろあって大変だったなぁと思いながら、あとはタツトラのイベントのイラストあるじゃん、あれめっちゃ良くない？竜と虎のあのマガタマ入ってるやつね。あれめっちゃいいよな。なんか
一見いかついっぽいんだけど、顔見るとさ、目がすごい可愛いんですよ。なんかすごい可愛い目しててね、あれめっちゃいいなと思って、あれ物販スペースにさ、ほらバックドロップも飾ってたじゃん、あれめっちゃ良かったなと思って、であれのステッカーと T シャツを作って持ってってて、まだもうちょっとあるのかな、もうちょっとあるんで、通販とかね、ぜひ買ってください、お願いしますぜひ買ってください。あのイラストもね、3つ描いてもらったんですよ。竜と虎が写ってるやつと、竜と虎単品のやつとね、あのイラストで総額10万とかかかってるんで、お願いしますっていう、ぜひお願いしますって感じ。パスもね、そうだ、パスも作った、オリジナルパス作って、それぞれの会場行き来するのに必要なパスとかも作ったりして、あれも我ながらいい感じだったな。サイズ感もね、なんかスマホのケースとかにも入るぐらいのサイズでよかったなぁなんて、うん、思いますけど、まあそうなの、お金の話しますか。うん、お金の話しようか、せっかくだから。まずさっき言った、パス作ったりとかね、フライヤーもろもろの印刷代とかイラスト代、あとはなんだ、会場代っすよ、まず会場代、ライブハウスのかかるお金、あとはドリンク作るお金、あとは各バンドに対する交通費、まあ、全額出せるなら出したかったけど、ちょっと無理だったねそれは、うん、まあもろもろかかりましたよ、うん、すごい大変だったねっていう。そうそうそう、いつもだったらだいたいこう会場一つ押さえて、まあ、盛岡だと、まあ、ウェーブが15万円ぐらいとかかな、で、ファイブが13万円ぐらいかな、で、かかって、フローマチケット代でこうペイするっていう感じなんだけど、だから3000円で2会場でやるっていうのは大変なことなんですよ。100人来て利益ゼロみたいな、そういうイメージです。そういう感じ。まあ、100来ても赤字だね、交通費とかいろいろあるからっていう感じ。だからサーキットっていうのはこう気軽にできるもんじゃないぞっていうね、ところですよ。そこをちょっと、まあだからこういった話じゃないですけど、いいなと思ったら来てくれればいいだけなんで、まあサーキットはそんな感じでした。そうなのよ、ライブを主催するっていうのはハイリスクです。とても心配事の方がすごい多い、大変大変。だからもっと規模大きいバンドとかがさ、なんかゼップとか押さえてね、まあまあとかいろいろやるじゃん、あれもすごいことよ、恐ろしい。だからね、まあライブハウスが続くためにこうドリンクとかっていうのもすごい大事なことだし、ドリンク代とかねいうのも大事だし、まあ、バンドを応援するんだったらやっぱグッズ買うとかがやっぱ一番いいっすね、うん、そう、会場を押さえるっていうのはお金がかかって、バンドを県外から呼ぶっていうのはお金がかかって、すごいやりたくてもそう簡単にできる話ではないという、うん、そういう感じです。うん。サーキットってのはすごい挑戦でした、俺らにとっては。俺らがね、昔、バンド
組み立ての頃にやってた企画っていうのは今じゃちょっとね考えられないけど、箱を押さえるじゃないですか、十何万って箱を押さえて県外からバンド呼ぶなんて頭がそもそもないわけだから、なんだ、地元のバンドを4つぐらい集めるんですよ。で、普段ライブ出るときってチケットノルマとかがあるんですね。10枚とか12枚とか。そんな感じで各バンドに、まあノルマ、チケットノルマをまあ10枚ぐらいこう、お願いするわけですよ。すると、チケット代2000円だとしたら、4バンドで8万円。で、俺ら、残りの 4,5 万払って箱代がペイできるみたいな。だから他のバンドにもお金払ってもらってやってたんですよ、バンド始めた当初っていうのは。そうしないと企画打てなかったんですよ、昔は。集客力とかね、いろんなの含めてちょっと力足りなすぎてすごい大変だったんですよ。情けない話で終わるんだけどね、うん、っていうところからようやく2回以上抑えて、どっかからもうお金もらうとかしないでね、自分たちのあれだけでこうペイできてるっていうところまではようやく来たなって感じ。まあそんな感じでした、サーキットは。ちょっとサーキットの下りで長かったね。次何やったっけな、6日ですか、サーキット終わって2日後にシムのツアー、プレイデッドツアー森かで、オープニングアクトやりました。もともとはシムとノイズメーカーだけの日だったんですけど、急遽というか告知なしでね、スビーがオープニングアクトやる会がありまして、まあ感想から言うとめちゃめちゃやばかったですね。超楽しかった。何が楽しかったかって、まあ告知なしだから、まあ大体 俺らのこと知らない人たちなわけですよ。まあ、もちろんね、岩手盛岡だから俺らのこと知ってるよっていう人も結構いてくれたんだけど、でも大半はね、一発目ノイズメーカーがやると思ってきてるから、まあ俺らのこと知らないっていう人の方が多いわけですよ。そんな中でね、いつもと違って板付きで始めて、板付きっていうのはね、メンバーがステージ上にいる状態から1曲目始まるみたいなことね、から始まって音バーン鳴らして1曲目始まって、もう後ろまで見たことないぐらい人数入ってて、これね怖かったっすよ最初。バーン、まあ、音一発目鳴らして誰も手あげないとかね、拍手起らないとかだったら怖えなーみたいな、どうしようみたいな思ったけど、全然そんなことなくて、後ろまでみんな手上がるし、これは来たなって思って、案の定だいぶモッシュ起きまくり、ぶち上がりまくりのオープニングで半端なかったっすわ。300人以上入ってたね確かね。あ、もうめちゃめちゃ人入った中でライブやって、人バー転がるし、モッシュバー起こるしみたいな。でレターはねちゃんと聞いてくれて、手も上がってライブかまして、まあ、シム、ノイズ、あ、ノイズ、シムって順番か、見て。まあ、どっちも、うちのボーカルがね、特に大好きで、まあ、ルーツっすよ、言ったら、シムとか特にね。うちのボーカルにとってのルーツがシムで。まあ、シムで音楽始めて、バンド始めて、SB が始まって、辛い時に、ノイズメーカーに出会って、ノイズメーカーの音楽に出会って、こう、支えられて、みたいなところもあって。うん、そういうところから、まあ、俺らにとっての、あの2バンドっていう、すごい重要な立ち位置で。っていう話をね、
あの北風の裏方で入ってた時に、北海道で打ち上げの時にね、マーさんとかエイジさんとかに話してはいて、うん、まあその時のことを覚えてくれてるかなって思って、まあマーさんにもう失礼を承知でっていうか、まあ後で怒られたりするかななんて思いながらこう連絡をして、まあ俺らにとってのすごい特別な2バンドが盛岡に来るってことで、ちょっと俺らマジやばいライブするんで出してくださいって言ったら、もうまあいいよみたいな感じで帰ってきて、もう夢みたいだったね。震えたね、さすがに。マジかこれみたいな。もう憧れすぎるトップ2の2バンドだ。そのライブに出してもらって、あれはすごかった。まあで MC でまさかのね、俺らのこと触れてくれて、スマホから連絡簡単にできる時代だからあれだけど、なんかこう、ね、スマホで、ね、連絡来てみたいなので出すみたいなのはすごいやりたくないと。まあすげえ気持ちはわかる、そりゃそうでしょっていうね。俺らも逆の立場だったら多分そうだよねっていうのはすごいわかるし、でも出してくれた。なんか特に理由っていうかね、俺だから出したみたいな理由はないとは言ってたけど、それでもそのなんとなくいっかって思って出したって言ってて、なんとなくいっかって思ってくれたのもすごい運だなって思うし、だから俺らついてるなってすごい思いましたね。すごい人に恵まれてるっていうか、すごいね、俺らにとっては、あの MC っていうのは、ね、人によってはなんかすごい突き放すような聞こえ方をしたって人もなんかいたらしいけど、俺らからしたらすんごいあったかくて、なんかあそこでさ、SB すごかったねとかさ、なんかこれから一緒にやっていこうと思いますみたいなの、俺らはこう、期待してないというか、そういうこと言ってほしいわけじゃなくて、うん。なんか、俺らも、なんだ、シムとノイズと一緒にやったから、うわ、俺らすげえなんて思ってないし、いつか、こう、対等にというか、俺らが近いステージまでこう上がっていった時に、あの時大声で出したな、そういえば、みたいな話ができるように、うん、俺らが、こっからまた、気合入れていかなきゃいけないんだぞっていうのは メンバーみんな分かってたから、まさにそういうことを言ってくれて、なんか確信というかね、こう噛み締めながら聞いてて、俺らはまさにその通りだねって思いながら聞いてて、あ、すごい嬉しかったですね。で、打ち上げもめちゃめちゃ話して、うん、すごい話して、もうシムとノイズはめちゃめちゃね、大人、うん、すんごい大人で、大人同士としてちゃんとこう喋ってくれるんだよね。まあもうね、立場というかバンドのステージが全然違うけど、上から喋るとかさ、なんかそういうことも全然なく、すごい対等な感じでいろいろ喋ってくれて、うん、俺らの話もすごい真面目に聞いてくれるし、で、なんかこうした方がいいんじゃないとかって話もしてくれたり、ただ、なんか、でも俺がいいんじゃないって言ったことが全てではないからね、みたいな。なんか、後でちゃんと噛み砕いて、違うなって思ったのは、まあ、聞かなくていいし、みたいな。だから、全部、はいはいって聞かなくていいから、みたいなこととかも言ってくれるし。だから、すごい俺らもすごい意見出しやすかったし、すっげえいい夜だったなっていうか、結局朝5時過ぎぐらいまで、5時6時かもう明るくなってたねまで3バンドで飲んでて、すっげえ濃い時間だったな。
ふざけた話もいっぱいしたし。で、まあ、集合写真とかを撮ったんだけど、まあ、今は出さない、出したくないなって気持ちが強くて。それこそまたいつかね、この3バンドでできるぐらい俺らが頑張ってね、上に上がっていって、また3バンドでできた時に、この11月6日の写真をね、打ち上げの時の写真を載せれたらいいなって思ってます、うん、っていう11月6日12日ですね、ツアーファイナル渋谷編、渋谷ギャレット日陰と通信中とスリーマンやりましたね。いやーもう、あー始まるまでっつうか当日迎えるまで具合悪くても、まあ、シンプルにまた体調崩して38度とか超えて、いやーもうしんどいみたいな、実は、ね、38度を超えながらライブやってて、検査はしてインフルもコロナも出なくて、ただ熱上がって体調悪くて、うん、前日はスワンキーダンク下北に見に行ってたし、もうその時も寒くてね、外が、多分それもあって風悪化して38度みたいな感じでライブして、結果的に動員的には120何人とか言ってるのかな、俺らが東京でやったライブ、ね、主催でやったライブの中では一番入ったかな、過去一、みんな来てくれてすごいね、ありがたかったな。あとは日陰と通信中っていう、こうで俺らっしょ、めちゃめちゃこう異色というかジャンルも全然違うし、特に通信中なんか180度違う、そういうバンドだからお客さんとかついていけるのかって思ったけど、始まってみたらやっぱさすがだったな。もうジャンルどうとか関係なくみんな笑って最高ハッピーみたいな、そういうライブをやる通信中はめちゃめちゃすごいな、この人たちって思って、あれはめっちゃ良かったな。通信中のライブ見てると俺らいつもずっと笑ってて、もう何、表情筋痛の顔つりそうになるんですよ、こんぐらいいつも最高で。でうちのコッシーがね、通信中にめちゃめちゃ可愛がってもらってて、うん、なんか毎回なの、しかも全然違うネタでこういじってくれて、なんかその嗅覚っていうかすごいよね、うちのメンバー見てコッシーだって多分思ったんだよね。まあ3年前のレッツエンターテイメントツアーってやつで盛岡に来た時にツーマン一緒にやらせてもらって、その時からアロハやばいなお前みたいな、なんかアロハのお前ちょっとやばいなみたいななって、目つけてもらって、その日からこうすごい仲良くしてもらってるんですけど、通信中とは。あら、まああの時アロハ着てなかったらちょっとね、このスリーマンできてたかわかんないし、そういう意味ですごい感謝ですよね、アロハ着ててくれてありがとうってね、恐竜の子供みたいって言われてたね。ああ例えも秀逸で、あれもあれだったね。で渋谷はちょんまげマンやって、ちょんまげマンの公式にも上がってたもんね、うん、3年前はそう、なんで俺らがツーマンやらせてもらったかっていうと、まあ各地方のそのライブハウスに多分そのお誘いが行ってて、今頑張ってる地元のバンドとツーマンがやりたいんですっていう、そういう感じだったと思う。そういう企画で、秋田はとか宮城はブルートロックスとか、そういう感じだったはず。そこで岩手はつって俺らに声
かけてもらって、ライブハウスから誘ってもらってっていう出会い。だから直接オファーがあったとかそういう話ではなくて、まあ、偶然俺らに声がかかって一緒にやらせてもらってたっていう話 で、そっから2年経って、まあ俺ら主催でちょっとやろうやってなった時に、うん、なんか盛岡行くならもう一個ぐらいやりたいねみたいな話になって、石巻のブルレジでもやらせてもらって、うん、っていうところから、まあその日もね、石巻やって移動して盛岡っていうこう 2days だった。5月中旬ぐらいに、その時もみんなで打ち上げて行って、朝方まで飲んでたかな、ゆうたさんと一緒に飲んでて、うん、で、まあ、最後の方にちょっと話あるんですけどいいっすかっつって、あの俺ら8月に CD 出してリリースしてツアーやるんですけど、ツアーファイナル東京でやりたくて、あの通信中に出てほしいんですよみたいな話したら、なんで俺らみたいな話になって、まあなんつうかこう地元で頑張ってる一バンドみたいな感覚で見てたのかもしれないけど、俺らはなんかこう東京でも今こんなにやってるんだぜってところをどうしても見せたかったっていうのもあるし、渋谷で通信中呼んで、あのジャンルでね、SB と通信中のジャンルの違いでああいうのできるってなかなか他のバンドに真似できることではないと思ってるし、うん、なんかそういう特別な会にしたいんですみたいな話をして、面白いね、いつここだったら、まあいけんかな。感じで、すぐ決めてくれて、そんで、通信中決まって、日陰にオファーして、日陰もすぐだったかな。いいよ、みたいな。で、決まって、やって。っていうツアーファイナルでしたね。で、打ち上げも、まあ時間もね、あんまなかったから、お家でサクッとやって解散だったんだけど。まあ日陰の、はるきくんと、うん、めっちゃ仲良くなって、彼口数少なそうだなって思って、なんか仲良くなれるかなって思ったんだけど、めっちゃ喋るね、すんげえ仲良くなってて、うん、なんかその地元大好きトークみたいなになって、北海道めっちゃいいとこよみたいな、うん、で俺らも岩手めっちゃ好きだからさ、岩手もいいよっつって、岩手もおいでっつって、俺は北海道行くし、話しながら近くの長楽行って、みんなで中華食って、荒木くん家まで送って森岡帰る、すごい楽しい時間でしたね。すごいプレッシャーもすごい多かったし、今回のツアーはね、全箇所、うん、前よりはやれるっていう自信もあったし、前回のねニュートログレードツアーって時、2022年の1月から3月ぐらいで回ってたツアーがあって、東名阪も行ったし仙台でもやったしみたいな感じだったけど、その時よりは確実にいいライブするし、お客さんもついてきてるし、すごい意味あるツアーになりそうだなって思ってやったから、まだそういう意味では気は楽だったけど、まあ各地ね、そりゃ心配はあるよね。名古屋大阪なんて1年8ヶ月ぶりぐらいとか、前回はね、動員ゼロとかだったんで、そっからどうなるみたいな感じで、蓋開けてみたら、どっちも20人近くぐらい来てくれたのかな、俺らの努力で。すごいありがたいなって思ったし、うん、また行こうって思ったよね、だから。ツアー回ってね。俺ら基本車中泊なんですよ、ずっと。宿決めてなくて、いつも。まあ移動がね、ほら、盛岡、東京で。7時間ぐらい夜出発して朝着くから、まあ寝ながら移動するんですよ。一人だけ起きて運転して、あと3人寝るみたいな。だから車中泊全然慣れてて、なんなら泊まってる
車で寝れるなんてめっちゃいいじゃんみたいなぐらい。だから車で寝るの全然苦じゃないし、あれなんだけど、あの大阪名古屋って行った時に一日空いてたから、あのさすがに名古屋着いて一泊どっか泊まるかみたいなって、カプセルホテルとかね、カフェ探してたんだけど、歩いてたらなんかこう民宿があって、激ヤバ民宿だったんだけど、民宿があって一人3,000円ぐらいとかだったかみたいな、確かそんな感じの民宿ありますみたいなって、電話して今空いてますかみたいな、4人なんですけど、いや今埋まっててねみたいな、多分海外の方なのかな、あの近くにアパートあるからそっちに案内するからちょっと待っててみたいな。大丈夫かと、アパートどういうことって思ってたら、なんかちょっと多分そっち系のね、いかがわしい系のマッサージ店からその電話してたおばちゃんが出てきて、それ見た瞬間に、あ、これなんかやばいことに巻き込まれそうだなって、ちょっとおもろくなってきたなってなって、じゃあお願いしますっつってついてって、ちょっと離れたアパートみたいなところの最上階に案内されて、また挙動もちょっと怪しくてね、なんか周りキョロキョロしながら、こっちですとかっつってアパート案内されて、いやこれ大丈夫みたいな、生活感すごいし、なんかカップ麺とか水とかコーラとか、あとやばい色になった、もうほぼ真っ黒みたいなリンゴがテーブルの上にあって、お前これやばいとこ来たなみたいな、怖っ、大丈夫かって言いながら、まあこれ伝説の回になるかもしんないなっつって、なんかその時もインスタライブやったんですよ、ルームツアーみたいなって、さすがに開けなかったけど、なんかタンスの中に誰のかわからん卒業アルバムみたいなの入ってたり、誰かが置いてったなんかウイスキーとかあったり、いろいろあって、ちょっと気味悪いなみたいな、部屋の中もフクロウの置物とかフクロウの時計とかいろいろ置いてあって、なんかこの目のとこになんか隠しカメラとかついて盗撮されてたりとかしない、話とかしながら、ちょっと気味悪いなーって思ってたら、なんか3人で、俺以外の3人でちょっと出かけてくるわとかつって、どこ行くのって聞いたら、いや、パチンコ行って増やしてきますとかつって、なんかあれよ、しょっちゅうやってるわけじゃないよ彼ら、なんかたまにそれぞれパチンコ本当にたまにに行くぐらいの感じらしくて、だからまあ3人集まったらそういう感じになるっぽいんだけど、俺は本当にギャンブルとか多分やるとハマっちゃう方だからやんないのよギャンブル、まあ、3人でちょっと増やしてくるねっつって、まあ、じゃあ増やしてくんならあれね、あの増えた分でちょごちそうしてやっつって、よろしくっつって出てて、2時間ぐらい帰ってこない、俺もそわそわしながら待ってて、で帰ってきて、まあ案の定なんか増えてなかったんで、これでうまい飯食いに行こうやって500円玉出されて、いや増えてねえじゃんお前っつって、これでうまい飯食おうっつってずっと出て、結局取り木って、そう岩手って取り木族ないから、取り木でテンション上がって、もうめちゃめちゃ食おうっつって、なんか野菜あるよね、あの馬塩キャベツみたいなやつが確かあって、キャベツ1回頼むとおかわり何回でもできんだよね確か、あれで死ぬほど野菜食って、しこたま野菜食って、あとなんか名物のすんげーでっかい串 あるよね、あれで、なんか釜飯みたいなやつ頼んで、で1人2000いかないぐらいだったかな、飲み屋で1人2000いかないってなるともうあんま良くない客だと思うんだけど、
まあ、飯をしこたま食って、あの宿に戻って、でこう朝起きて、みんな無事でいますようにって祈りながら寝て、でこうみんな今無事なわけですけど、ちょっと脱線しました。ちょっと脱線しましたが、まあ、11月振り返ると4日に盛岡でファイナルやって、6日にシムノイズのオープニングやって、12日にザーファイナル渋谷でやって、ツアーが終わりましたよっていうことでした。うん。こんな感じでツアーが終わって、その後俺は完全にエネルギーが切れて、何もしたくない、何もできないモードに入って、ちゃって、まあ別にね、職場と足りてるっていうし、別に俺いなくても回ってるっぽいんで、という事実もあって、いっかってなって、仕事も休み、休んだら休んだで俺何やってんだろうみたいな、みんなが頑張ってんのになーみたいな、やばみたいな感じで、ちょっとますます何もできない、ちょっと終わってて、だからそっからね、2週間ヒゲも剃ってなかったらもうボーボーみたいな、ちょっと見せれるもんでもなかったけど、あんな感じで終わって、俺も終わって2週間を過ごし、この間下北に久々にライブしに行って、サーキットでしたね、レイズアップっていうゼファレンとかが企画してるイベントのサーキットをに出まして、そうね、出番も早かったんだけど、すっごいね、人めちゃめちゃ入ってくれて、ろくでもないよっていう、キャパどれぐらいなんだろうね、あれ80とか入んのかなみたいなキャパのところに、すんげー人入ってて、ステージがこっちだとして、こうあっちがね、入り口の方の、奥が入り口なんだけど、その奥の方に入場口のドアがあって、ここもずっと開きっぱなしで、奥のね、バーカウンターの方まで人並びながら、多分見えてないよなって思いながらライブしてました。そんぐらい人入ってくれて、いや、ありがたかったっすね。うん、俺ら下北ってあんまいい思い出なくて、ライブね、いいライブしたなって経験がまあないんすよ、下北沢。初めて東京でライブしたのも下北沢のライブホリックっていう、同じビルの5階で初めて東京でライブして、あの時もね、人がいっぱいいたんだけど、まあステージね、ろくでもないよりもっとキュッとしてて、俺らの良さ出んなーみたいな思いながら、こうずっと不完全燃焼、次のライブホリックは俺が機材トラブって音出なくてみたいな、最悪、何してんのみたいな。でもライブホリックであったライカーキットとかね、ティアとかとは未だに交流あって仲良くしてもらってるし、なんかそういう意味でいい機会になったなぁとは思ってるんだけど、いいライブしたなって日が全然なくて、あ、この間の下北はすごい良かったなと思って、ちゃんと俺らのライブもいつも通りやったし、入場規制かかるぐらい。なんかね、こう、ろくでもない夜とか、ライブホリックは、その入場規制かかってますみたいなのを発信する人がいないっぽくて。だから、ね、なんか入場規制中みたいな、そういうツイートはなかったんだけど、まあ、入り口開きっぱなしでバーカンの方まで人いたら、初期制やろ、それ。まあ別に、どうだっていいんすよ、その。なんか、そういうツイートがあるないとか、どうでもなくて。まあ、あったら嬉しいけどね。多少。まあ、それよりも、あんだけ人入って、ね、見たい人があんなにいたんだっていう事実が、やっぱ、良かったね。その後もね、物販もすごい人並んでくれて、いろいろみんなと話して、すごい楽しかったっす。おかげでちょっと気持ちも回復してきて、
最近 SNS とかでちょっとようやく発信できるように回復しまして、気持ち的に。そんな感じの11月でした。じゃあ、コメント拾うか、質問コーナー答えるか、コラボしてなんか話すか、どれがいい？そう、ようやくね、SNS が動き始めるとともに、こう、ノートっていうさ、こう、ブログ的な、あれを、こう、書いたんですよ。ツアーのまとめみたいな、振り返りみたいな。それちょっと、後でリンク貼っとくんで、よかったら、見てください。ありがとうございます。質問来てるんで、質問コーナーにするか。ろくでもない夜のカレー食べましたか？食べてないですね。人の入れ替わりというか、行き来もすごい多くて、ライブハウス、もう踊れなくて、もう腹減って死にそうで、駐車場近くの、なんか、北海道のスパイスカレー屋さんみたいなのがあったから、そこに入って、スパイスカレーの大盛り食べました。めちゃめちゃ美味しかったっす。あの音読んでくれて、結構いる。ありがとう、フォローしといてね。明日、気仙沼？そう、明日、気仙沼、日付変わって今日になったけど、初めて気仙沼でライブします。楽しみです。あれもね、水沢の方に欧州ライブハウスかっこ仮みたいなアカウントがあるの知ってますか？みんな、あの満腹食堂の近くのところにね、あるっぽいんだけど、なんかライブハウスを作ってる方がいて、まあ地元だし、まあ俺らもちょっとライブハウス作るの手伝いたいよねみたいな話をして、で DM を送って、もしよかったら俺らも手伝いに行っていいですかみたいな、やったら、うわマジっすかみたいな、来てくださいってなって行って、お話しして、そしたら、大船渡のね、フリークスの店長さんが、主にこう、ライブハウス作りを進めてくれてるらしくて。俺らね、大船渡のフリークスでライブしたことないし、知らないんだったら、ちょっとつなげたいから、その日に来て、みたいな、言ってもらって、その時に、コッシーと、ゆうやくんが、手伝いしに行って、で、始めまして、って話して、その時に誘ってもらったのが、明日のイベントですね。東北ライブハウス大作戦の流れのあれでは、あ、フリークスはそうだと思う。フリークスはそうだけど、この、水スタワーのやつは多分、普通に違う。ね、なんか遊びに行ってる人たちとか、片平里奈さんとかも行ってたし、ロコフランクとかも行ってたしね。だからまあ、なんかその、全く音楽業界に関係ない人ではない、全然。顔は広い人、すごい広い人、有名な方がライブハウスを作ろうっつってやってくれてます。めっちゃ楽しみ。俺らもうなんかコケラ落としシリーズみたいなやつあったら出たいなと思って頑張ります。出れるように。北海道にはいつ住みますか？住みたいね。北海道めっちゃいい街じゃない？北海道雪だけなんとかしてほしいけどね。寒いの本当に苦手で、うん、寒いのはちょっとダメなんすよ私。苦手です。暑いのもダメだけど、日本どこいてももう暑いじゃん。すーごい寒い。岩手も寒い、北海道も寒い。雪はちょっと勘弁してほしい。雪かきしたくない。でも、もうね、東京行って思ったのは東京も十分寒い。だから日本中どこいても暑いし寒い。もう大変。
どうしたらいいんでしょうかって感じ。昨日盛岡雪降りましたけど今は溶けたかな、ある程度。そう、フリークスとねつなげていただいて、気仙ロックフェスとかもね出たいなーって思ってますけど、まあ、出たいっつって出れるもんでもないんで、けど出たい気持ちはすごい強いです。盛岡ワンマンチケット売り切れちゃうかな。まだ時間あるんでね、すぐ売り切れるってことはないと思います。阿部健がここでライブしてみたいって過去はありますか？どこだろうな。ずっとサイクロンでやってみたかった。渋谷サイクロンって言ったら、まあなんかこうラウド系の登竜門みたいな、仙台マカナと渋谷サイクロンはすごい憧れてたけど、もうホームぐらいもうずっと行ってるからな。だから出てみたいってなるとちょっと今パッと思いつかないかな。ライブハウス多すぎてなんかこうパッと出てくるのがないな。荒垣オーディション参加しないの？参加する予定です。それこそ最後に あのフェスのオーディション系のやつ出したのが3年前とかのあれかな、コロナ直前のバトルデーエッグっていうイベント、オーディション、イベントがあって、それにエントリーして、リスナー投票も勝ち抜いて、で、決勝まで行って、ライブ審査まで行って、決勝で敗退したっていうのが最後のオーディションでしたね。あれ3年前ぐらいか。でね、この大変なのはね、まあ、一次審査、音源審査があって、それ通ったら二次審査のなんか SNS とか使ったリスナー投票っていう感じなんだけど、俺らはすごい応援してくれる人がいっぱいいて、めちゃくちゃいて、リスナー投票も確かね最終日に言われたんだけど、俺らリスナー投票1位で上がったらしいの。すんごい、それぐらいもういろんな人が応援してくれて行って、決勝に残ったのはもう何組か6組ぐらいいたけど、俺ら以外はみんな関西勢。まあ関西のフェスだからそれはね、関西の方が多少優遇されるのはそうなんだけど、そこに岩手の俺らみたいなドーンって入って、ね、もうね大変だったのがライブ審査が、会場の人たちの投票っていうのもあったの。ってなると、結構きついよね。っていう。会場の投票ってなると、多分その、ね、知名度的にもそうだし、例えばね、なんか家族連れてきて投票してもらうとかさ、そういうのも多分、みんなやってるじゃない、きっと。俺らはできないよね、それ。っていうところでちょっときつかったね。まあその辺もまあしゃあない部分と、そこ実力で突破できたらもっとよかったねってとこはあったけど、そういう思い出のある3年前のオーディションのあれでしたね。そっから3年経って今もう満を持してって感じでいいんじゃないですか、気持ち的には。こんだけ3年前よりもっと増えてるっしょ、応援してくれる人っていうのはすごい実感してるから、今だったら、決勝のね、ライブ審査までは残るんじゃないかなって、確信があって、いけるなっていう気がしてて、ライブ審査、日程とか俺まだ全然確認とかしてないから分かんないけど、そのね、荒垣のホームページからオーディションのところ飛んでみたら、多分あるんですよ、ライブ審査決勝
いつですみたいなあると思うんで、ちょっとぜひね、決勝 SB 残るだろうって思って、その日ぜひ開けててほしいなと思います。そういう気持ちです。ぜひともよろしくお願いしますっていう感じで、あとなんかありますか？のりとさん来るといつも緊張するっていう。ちゃんと先輩だもんな。なんか先輩って感じする。1月の日程待てなって24じゃないの？1月の24ん、なんかあったっけか。1月のライブは12-13って東京でやって、12-13って東京でやって、20がワンマンでしょ。で、30、31ってある。あ、そういうこと。1月の8日は24じゃない。ノイズの日ね。俺らはノイズのワンマン出ません。ノイズのワンマン。そうな、30、31っすね。まだ詳細解禁になってないっすけど。すいません。移動の日程的にそれがとてもやりやすくて、お、熱っ SB、 それは熱い。ぜひお楽しみに。めちゃくちゃいいライブするんで、当然のように毎回いいライブするんで期待しててください。とまあこんな感じで喋ってきましたけど、もう約束の30分はとうに過ぎていますけど。あ、動画撮影。SB は基本いつでも大丈夫です。好きに撮っちゃってください。新曲作ってる？新曲は作ってるよ。ちょっと難産気味ですね。ちょっと難産気味ですけど、新曲は。でもちゃんと作ってる。けどどうだろうな、来年 EP 出せるかな、どうだろうなって感じ。ブルエンね、若手バンド定番してなそうなバンド SB、 おお、ありがとうございます。ジャンル的にも絶対とは言い切れないけど知らなそうだよね。ありがたいありがたい。なんかそういうのって自分たちで立候補こうするのもいいと思うけど、なんかね、他の人が推薦してくれるのがやっぱ一番いいよねと思うんで、ありがたいっすね。フルアルバム待ってる。頑張ります。来年は無理、来年は無理だけど、フルアルバム作る想定はもちろんずっとしてるし、ってなった時にこういう曲欲しいなとか、こういう曲欲しいなのを考えながら、多分来年シングルとか出してくるのかなと思います。期待を教えてください。なんか SNS とかで好きなバンドのこと発信したりとか応援したりとかね、実際にライブ行ってね、動画撮影 OK だったら撮ってさ、めちゃめちゃ盛り上がってるところとか人いっぱい入ってるよみたいなところをさ乗っけたりとか、そういうのもなんかみんながどうかわかんないんだけど、俺らはそういうのすごいありがたいなって思うし、まあそのバンドにちゃんとね、初めてだったら聞いてみた方がいいし、動画撮ってもいいですかとかっていうのはあんま聞いて、そういう応援の仕方も大事というか、俺らはめっちゃ助かると思ってるんで、撮ってほしいときは、特に撮ってほしいときは言うし、俺らというか俺っていう感じ。もうそろそろ1時なんで終わるかって感じなんですけど、どうする？なんかこう誰かリクエストとかあれば、さっきのシークとか CMA みたいに入ってきてちょっと喋るみたいな、やりますか？お、
早速来た。ちょっとこういうのもちょっとやってみようか。実験。いけたかな。こんばんは。こんばんは。もう完全に今、布団の中なんで、真っ暗にしてますけど。こんばんは。いや、多分日程解禁されてて、あ、絶対忙しいよな、と思って。まあ、まあまあまあ。なんかありますか？質問じゃないけど。質問、まあ、ちょっとたったの話もあったんで、カクテルあったじゃないですか。カクテルあった。あれを、まあ、あれと同じものでもいいし、また違うものでもいいんですけど、ちょっとワンマンでも出してほしいなっていうのが、ちょっと個人的にあるんですよ。ね、タイミング的に、そこが、まあ、直近だとベストなのかなっていう。そっかそっか、確かに。ああ。そうね、ああいうの、なんかその、対バン系でさ、転換時間とかあるとさ、ドリンク系ってやりやすいじゃん。そうそう、そうそうそう。だからワンマンってちょっとむずいよね。そう、だからこう、前と後しかないから、ね。そう、難しいんだけど、なんか、やっぱこれ特別な日だから、まあまあそうだね、ちょっとそういうのがあってもいいのかなってちょっと個人的には思ったり。 OK です。ちょっとその感じでライブハウス側にもちょっと聞いてみようかな。なんかライブハウスにダメって言われたらすいません。いやそれはもうね、やっぱしょうがないから、はい、その次はじゃあ話で。まあただね、ちょ時間も時間っていうか、その準備期間的な意味の時間もあれなんで、まあ、可能だったらっていうので、そうか、ちょっと検討しますわ。ちょっと聞いてみます。お願いします。おーす、ありがとうございます。僕からは以上です。はい、ありがとうございます。真っ暗な中、終わり方がわからない。俺もね、わかんない。なんかこうな、え、どうやるんだろうね。退出するみたいなのかな。俺がこれ切ったら抜けるよね。多分そう、多分そう。一回、とりあえず切る。おーっす。一回切りまーす。あざーす。おいっす。おー、なんか面白いね。こういう感じで、何人とか決めて、やる？何人とか決めて、やるか。3人。なんかもう、なんでもいいっすよ。くっそしょうもない話とかでもいいし、元気ですかみたいな。そういうのでもいいです。全然、プライベートすぎる話とかじゃないか、だいたい何でも答えれるし。でもこれ、リクエスト送るってやっぱなんか、ハードル高いのかな。いればやるし。どうだ、いけるやつって来たよ。お疲れ様です。お疲れ。誰もいなかったんでちょっと行こうかなっていう。おーい、そんな話したくて来たんだろ。もう安倍健さんと話したくて仕方だろ、はい、俺と話したくて入ってきたんだよな今な。はい、もちろん。おー、そうだよな。なんか誰も行かなくてかわいそうだからみたいな感じじゃないよね。なわけないっすよ。だよな。なわけ、え、今日よろしくお願いします。そっか、もう今日か。ありがとうね、気仙沼。よし、俺ら気仙沼自体行くの初めてだから。なんかいや、まさかの鳥なんですね。鳥なのよ。びっくりしましたよ。まあけど、あのメンツだったらもう SB だろうって話を俺らしてて、ありがとう、そう言ってくれて。もうそのあれに恥じないようにしっかり頑張るんで、よろしくお願いします。あれ、フリークスが主催なんです。そうそうそう、そう、フリークス主催のやつで、なんか2days よな。気仙沼の方と、オープンナットの方で2 days で。そうだ、どっちもさせてもらってたんだけど、はい、気仙沼の方だけ日程的に。あ、そうだったんですね。そう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 、はい。俺らのちょっと都合であれだったんだけど。はい。やってくれるってことで、よっしゃ、じゃあそれでお願いしますっつって。さすが。あれですよね、フリークスも
フリーツもないっすよね、うん、ないな、やったことないよ。ですよね。なんかカウントアクションはたまにこう言ってるイメージがあるんですよ。そうそう、カウントアクションはね、もともとほらコッシーが都、はい、そうそう、都短大でやってた時に、その何、軽音部みたいなのがあったのかな、カウントアクションの軽音部みたいな、はい、それにも入ってたし、焼肉もりもりだっけか、あのオーナーさんがやられてる、そう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 、あの太田社長がやってる焼肉屋みたいなとこでもバイトをしてたし、はい、あ、そうなんですね。そうそう、そう、だからそういうつながりもあって、なんかすごい俺らのことよくよくお世話してくれてる箱なのよ、カウントアクションは。なんかあのめっちゃ個人的な話なんですけど、うん、あの僕の行く事務所あるじゃないですか。ああ、なんか美徳さんが絡んでるらしいんです。え、どういうこと。え、なんかわかんないんですけど、なんか美徳さんと、うん、あと前も言ったあのノイズの照明の人、うんうん、あそこら辺も絡んでるらしくて。そうなの。はい、なんか、この間リタさんが喋、うん、ってて、あの爆災の時に喋ってて、なんか美徳さんがそのレコーディングの時とかに来るらしい。そうなのらしい。あ、俺も知らなかった。じゃあなんかそのアドバイスとかプロデュース的なあれを任せてもらってる、そういう感じなのかな、美徳さんに。そう、多分そうだと思う。まあ、うちバックに激ロックとかもいるので。あ、じゃあ多分そっちからのつながりで、多分なんかね、サウンドプロデュースとかそういうのを任せられてるんじゃないかな。多分そういう感じだと思うな。多分だと思うんですけど。すごい。いや、いずれ対バンしたいっす。あ、いいね。対バンしたいっすね。いや、おもろいおもろい。いいね。ツアーで、はい。ちょっとやろうよ。やりたいっすね。なんか事務所的になんかマカナでやりたいみたいな話をずっとしてて。マカナの時に対バン。と言ったら SB だな。マカナと言ったら。マカナと言ったら。BAD じゃない。いやいや、もう SB、 あいつらなんか盛岡ホームみたいなこと言ってるから、ドロドロンは、はい、もう盛岡で、俺らは仙台マカナで頑張りますね。逆逆逆、応援よろしくお願いします。いや、けど今年あれじゃないですか、マカナとかよりもブルレジの方やってるくないですか。やってるね、しょうもろいね。ブルレジの方、ブルレジ今年2回っすね、うん、自分のに出てもらったのと通信中と。そう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 。逆にいないっすよ、東北のバンドで2本石巻やる。なかなかいないよね。なかなかいないっす、うん、まあまあでも世話になってるしな。ぜひまたブルレジで。もちろんブルレジでお願いします。よろしくな。 DAD 盛岡、盛岡に、いや、D で今年仙台2本ぐらいしかやってないから。あいつら、ちゃんほだから。まあ、こんなところで言ってたんだ。はい。全然、なんか。ありがとうな。はい。急に入って。気使ってくれて、ありがとう。よろしくお願いします。ありがとう。うん。また今日ね。お疲れ様です。ボス、ありがとう。さて、ラスト、いれば、なんか、今みたいに。入ってきて、なんかお前に物申したいぜみたいな人でもいいです。ちょっと俺に一件あるみたいな、ちょっと提言したい人とかいればリクエストして来てください。いなければ終わります。あと2分ぐらい、あと2分ぐらい、うん、何もなければうさぎグッズな、作るわ。世間話、世間話でもいいんだよ、全然。何でもいいっすよ。あと一人、先着一名。話したいけど、話したいけど、話せる状況にない。今、電車の中にいる。いや、そんなわけないか、この時間。家族が、寝てる。しゃあない。な。送るの勇気いる。まあ、これ多分慣れちゃえば簡単だけど。でもあれよな、なんか、毎回、
毎回リクエスト送るのもなんかなみたいな感じになってくるしね。慣れたら慣れたで。ちょっと難しいよな、それは。まあいいか、今日こんなところで。結局インスタライブな。ラジオ形式。でも今回は確かに長かったから、11月の振り返りってやったから長かった。次回は1週間の振り返りとかになるはず。なんで。余裕だと思います。30分で収めます。うん、30分から1時間で収めます。2時間なんて、オールナイトニッポンじゃん、マジで。喋りすぎ？オールナイトニッポン好きなんですよ。俺の知ってる30分なかった。いいこと言うな、お前。SB の T シャツもっと着てこい、ライブに。体感2時間の30分、実は30分。可能性ある。3時間はやんないよ。もう寒くて死にそうだからね。そろそろ帰るか。という感じで。OK かな。次回は、来週の金曜、同じ時間やります。来週の金曜の11時10分とか20分ぐらいから、今度こそ30分から1時間の間で決着をつける。また来週金曜日23時20分頃お会いしましょう。おやすみ。